私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ジャニーズ先行介入史の意外なエピソードトップ10とメンバーになってみたいジャニーズグループランキング。第1位は嵐。総勢9653名に実施したウェブアンケートによるジャニーズオーディションの意外なエピソードランキングを発表します。ジャニーズオーディション合格の意外な理由やオーディション会場での面白エピソードなどランキングをチェックしてみてくださいね。意外な入所エピソードに驚くジャニーズランキング小なりオーディション編大なり。第1位二宮和也嵐。第2位木村拓哉。第3位風間俊介。履歴書に貼ったレアな写真がきっかけに。3位は風間俊介さん。小なり投票者のコメント大なり。履歴書にツーショット写真を使うところがすごい。笑った。面白い人だと思っていたけど、本物だな。まるで、漫画。3位は俳優の風間俊介さん。テレビドラマを見るのが好きで、自分も出演したいという思いから中学2年生でジャニーズ事務所に応募。その履歴書に貼ったのが、なんと、たまたま中華街で写真を撮ってもらった料理人周福徳さんとのツーショット写真。自分の写りが良かったから貼ったそうですが、それを見たジャニーさんは、周福徳さんのご家族だと勘違い。入所して数年後、ジャニーさんから、周さんの息子かと思って仕方なく合格にした、と打ち明けられたそうです。ドラマ、3年 B 組金八先生。で早くも演技の才能を発揮していた風間さん、最初から役者志望だったことにも驚きですね。全く興味のないところから大スターに。2位は木村拓哉さん。小なり投票者のコメント大なり。さすが、大物。最初からその片鱗が見えていたのですね。物怖じしない人が受かる傾向にあると思う。エピソードが最高。2位にランクインしたのは木村拓哉さん。親戚が勝手に履歴書を送ったことがジャニーズ入所のきっかけ。はじめは全くジャニーズに興味がなく、事務所からオーディション参加の連絡が来るも4回ほどは経っていたそう。するとその親戚から、やりたくてもできない人たちがいるんだから1回横なってきなさい、と言われ、5回目の連絡で初参加。様々な先輩のステージに出演するにつれ、徐々に木村さん自身も本気になっていったのだそうです。断り続けて不参加のまま終わっていたらキムタクというスーパースターが生まれなかったのかと思うと、履歴書を送ってくれた親戚の方に感謝ですよね。オーディションでは座っていただけ、1位は二宮和也さん、嵐。小なり投票者のコメント大なり。何をしても二宮くんらしくて入所のエピソードも最高です。肝が据わっている。若いなからと思うし面白い。1位は嵐の二宮和也さん。野球少年だった二宮さん。オーディション当日は野球の試合と重なってしまったそうなのですが、お母様から5000円のお小遣いをもらえるという理由でオーディション会場へ。目的が5000円だったので、オーディションでは踊らず、後ろで座っていたそう。するとジャニーさんから、なんで踊らないの?と聞かれミリアわかるじゃん狭くて踊れないんだ、よと、答えなんと、合格。踊らない子に目をつけるジャニーさんもすごい。またはその他のニュース。メンバーになってみたいジャニーズグループ、ランキング1位は、嵐?アンケートサイト、ボイスノートの協力のもと、奈良某調査隊が60代以上の方を対象に所属してみたいジャニーズグループをテーマに調査を実施しました。これまで多くのアイドルグループを世に送り出してきたジャニーズ事務所。コンサートやテレビ番組で仲睦まじいジャニーズアイドルグループを見てメンバーになれたら楽しいだろうな、と想像した方も多いのではないでしょうか。さて、あなたはどのグループのメンバーになりたいですか?それでは、メンバーになりたい60代以上のシニア層から支持を集めているのはどのグループなのか、ランキングで見ていきましょう。丸第1位、嵐。そして、第1位は、嵐、でした。
1999年に A ロシーで CD デビューを飾って以降、ヒット曲を連発するなどして大きな人気を獲得してきた嵐は、リーダーの大野智さんを中心に結束力の強いグループとしても知られています。これまでドームツアーや国立競技場などでのコンサートを成功させたほか、アラフェスや嵐のワクワク学校といった大型イベントも開催してきました。また、テレビ番組では VS 嵐や嵐に仕上がれなどで息の合ったチームワークを見せてきました。2020年12月31日をもってグループとしての活動を休止し、現在はメンバーそれぞれがソロでの活動を行っていますが、やはり国民的な人気グループのメンバーになってみたいという人も多かったようですね。丸第2位、トキオ。第2位には、トキオがランクイン。トキオといえば、メンバーたちが様々な体あたり企画に挑戦する、ザ・鉄腕ダッシュ。をはじめ、これまでバラエティ番組などで見せてきたメンバー間の絆の強さやチームワークの良さで知られています。そんな時男が番組内で力を合わせながら農業をしたり、無人島を開拓したりする楽しそうな様子を見ていると参加してみたくなりますよね。なお、2021年4月からは城島茂さん、国分太一さん、松岡昌宏さんによる3人体制となり、同時に株式会社トキオを設立。現在は3人で協力しながら地方創生や地域活性化に貢献する活動も行っています。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。